つけものこれは、俺の祖父と祖母の家の話で、本当は他人に話してはならない話。去年の七月のことだ。俺の祖父と祖母は、老人ホームですでに他界していて、実家を管理する人がいなかったから、荒れ放題になってしまっていた。本来ならば、相続の関係で、 俺の母親の姉、長女がその実家を引き継ぐはずだったんだが、なぜか姉夫婦は相続をかたくなに拒んで放棄したので、お鉢が俺たちのもとへ回ってきた。その時は、田舎の山奥という場所の悪さと、都会暮らしに慣れ親しんでいる姉夫婦のことだから、興味もないのだろうなと、そんな風に思っていた。 ところが、俺の母親も、厄介なものが回ってきたと、肩を落としていた。ともかく、うちで実家の母屋と土地を相続することになったから、両親と俺の三人で、実家の大掃除に出かけたんだ。実家を訪れるまでは、俺ですら十年ぶりで、本当に山奥の土田舎だった。 熊がふもとまで降りてくるって有名な山の近く。長い間手入れされていなかったから、門から母屋の玄関まで、もう草がぼうぼうで、腰近くまで生えていた。草刈り機を持ってきた親父も、さすがに参った様子で、とりあえずみんなで母屋の中に入った。すると、蜘蛛の巣と虫の死骸とかで、えらい騒ぎで、 カメムシがそこら中にへばりついていた。臭いし汚いし、なんで俺がこんなところを片付けなきゃいけないのか、と、すでに憂鬱になっていた。掃除しようにも、とても一日やそこらで片付くような状態じゃなかった。とりあえず俺は、貴重なものがないか、部屋の中をいろいろ探し始めた。ガスも水道も電気も止まっているから、 懐中電灯を片手に作業。でも、希少品があるはずもなく、ほとんど衣類とかゴミばかりだった。俺は、小学生くらいの時には、よく実家で遊んだが、両親が家を新築してすぐに、祖父祖母の元を離れたから、思い出もほとんどなく、写真とか本とかも、片っ端からゴミ袋に詰め込んだ。 母屋は、築1 0年以上経っていると聞かされていたから、昔は相当立派なものだったんだと思う。さらに、祖父には弟たちが何人かいたが、祖父を含めて、みんな陸軍の将校だった。みんな戦死したらしい。壁とかには、木獣みたいなものもかかっていて、まるで、戦時中のような古めかしさを感じた。 だから俺は、もう部屋の掃除よりも、この家を探検してみたい気持ちになって、裏庭とか、農具の小屋とか、いろいろ見て回り始めた。あっちこっち探索していたら、母屋に屋根裏部屋があることに気づいた。もちろん覗いてみたくなって、近くにあった板切りばさみの絵で、木枠のある天井の板を突き上げて外したんだ。 母親が、そんなところネズミが張ってるからやめなさいよと言ったんだが、下駄箱の上に立って、屋根裏によじ登った。屋根裏は確かに、埃とネズミの糞だらけで、腐ったあちこちの板の隙間から、外の光が漏れていた。広さはかなりあったが、めぼしいものは何もなく、かなり昔の農具や風車が転がっていた。 苦労して登ってみた割には、面白いものが見当たらず、俺は少し落胆して降りようと思ったが、ライトでよく見回してみると、屋根裏部屋の壁の隅に、ポスターみたいなものが貼ってあることに気づいた。俺は目が悪いので、もっと近くで見ようと、ネズミの踏んだらけの汚い床を歩いて、その壁のところまで寄ってみた。 近くでよく見てみるとそのポスターに見えたものは一枚の張り紙だった紙は基板でいて筆で何か書かれていたが達筆で折にはよく読めなかったただ大正2年って書かれているのが読めたから多分祖父あたりが書いたもんだろうと思ったんだところが不可解だったのはその紙が 何重にもなっていて、米粒を糊にしたもので、しっかり貼り付いていたことだった。見た感じで、十枚くらい重ねて、一枚一枚が両面くっついているから、なんか変だなとは思った。その紙自体も、壁板に糊で貼り付いていて、とにかく、これが何なのか気になった俺は、その紙を母親に見せてやろうと、 隅の方からゆっくり剥がしてみた。うまく剥がせず、裏の紙が板に残ってしまったんだけど、そこに俺は、ぞっとするものを見た。まる家の、開けるべからず、金図。記憶にある限り、紙の裏の板に、筆の縦書きでそう書いてあった。 意味もわからず、漠然と恐怖を覚えた俺は、剥がした髪を母親に見せるのも忘れて、慌てて屋根裏から降りた。ちょうど今で掃除をしていた母親に、このことを話すと、突然母親は、そんなところにあったかと絶叫して、玄関に走り出すと、気が狂ったように、屋根裏入り口の板を元に戻し始めた。 一体何がどうしたのか、状況を飲み込めない俺は、呆然とその様子を居まで眺めていた。母親は板を元に戻すと、その真下にあった下駄箱を横に倒して、俺のところに駆け寄ってこう言った。開けたか見たのか正直に言いなさい。はっきり言って、今でもあの時の母親の異常な剣幕は、脳裏に焼きついている。 完全に人格が違っていた。俺はもうただ、いや、何も見てない、見てない、と、わけもわからず、なだめるように答えた。あまりにもでかい声出して怒鳴るもんだから、外で草を刈っていた父親も飛んできて、どうしたい、と様子を見に来た。母親は、俺が何も知らないことを確認すると、 安堵した後、バがたれ、とまた怒鳴りつけた。事態が収まった後、俺の弟には話さないことを約束として、母親が事情を話してくれた。母親がまだ子供の頃、この家には入ってはいけない部屋というものが存在したらしく、母親は日頃から、両親にしつこくその話をされていたのだという。 何でも、その部屋が、この家のどこかにあって、その部屋に入るとたたりに会う、と言われていたらしい。おかげで母親は、その部屋のことが幼い頃からすっかりトラウマになってしまって、朝学校へ行くと、夕方になっても外で遊んで、家に戻らなかったという。その入ってはいけない部屋は、 ヒいジいさんの代からあったらしく、ヒいジいさんの兄貴らが誰かが、とにかく厳しい人で、自分の子供を石棺するためによく、1メートル四方ぐらいの箱の中に蓋をして閉じ込めて、漬物石を乗せていたらしい。ところがそんなある日、何かの原因でその子供が箱の中で死亡し、夏に葬式が行われたという。その事件以降、 家の中では、銃箱や弁当箱、箱という箱の蓋が、すべていつの間にか外されたり、鍵をかけてある蔵の漬物桶に、何度石を置いても、いつの間にか、漬物石がすべて軒下に運ばれるという不可解な現象が起きたらしい。この怪奇現象の話は、俺も生前祖父から、 何度か聞かされた記憶がある。当時はお払いなども散々したようで、その箱を供養のために四十九日間、家に安置することになったという。ところが、戦争で家の男衆が召集されてゆくと、箱を気味れがった家族らが、家の中の人目につかない場所に隠してしまった。こうして、家の構造上、 あるはずのない小部屋が作られ、そこに収められたという話だ。結局、部屋の場所だけは、祖父も祖母も死ぬまで喋らず、娘たちにも話さなかった。だが俺は、屋根裏のあの紙が離れている壁板の周囲だけ、外から日差しがなかったのを見た。つまり、あの張り紙の奥こそが、 入ってはいいけない部屋であり、何枚も重ねて貼られていたあの紙は、おそらく何重にもする必要があったお札の一種ではないかと思う。よほど強力な怨念があったのかもしれない。だが、恐怖体験はこれで終わりじゃなかった。その後、掃除を切り上げて三人で家に帰ると、留守番していた中二の弟が、 俺らを見るなりこう言った。その石、どうしたの肌が泡立った。後で弟に聞いてみたが、俺と母親と父親、三人揃って、大きな漬物石を抱えて帰ってきたんだと。それ以来、この話は家族の間で一切しなくなった。触れてはならないものだと感じた。 もちろん、実家にはもう近づかないし、あの屋根裏部屋に何があるのかも考えたくはない。今でもあの小さな部屋には怨念が漂っていると思う。幽霊にあった。最近引っ越したアパートの隣人のこと。ここは、 学生や単身者がほとんどなので、引っ越し挨拶などは特にない。挨拶に行っても、生活時間がまちまちで会えないことが多いから。自分が入居してしばらくすると、深夜、隣から声がすることに気がついた。隣に住んでいるんだから、声がしてもおかしくないんだけど、ちょっと気になった。HK かと期待したがそうではなく、 何なんだどうしてだやめてくれ。など。毎日毎日繰り返される。ある日、朝の出かけに隣人と出くわした。挨拶も兼ねて、声をかけてみた。気弱そうだが、人のいい感じ。聞くと、近くの大学に通っているらしい。一緒の駅を利用するということだったので、 その朝は雑談しながら行くことにした。すると、ちょっと言いにくそうに彼は聞いてきた。引っ越してから、部屋はどうですか二階の角部屋で、日当たりも環境もまあまあ、割と気に入ってます。と話すと、いや、まあ、そうなんですけど。と、なんだかはっきりしない口調。気にはなったが、 駅に着き、ホームが違うのでそこで別れた。その晩も、その後もやはり深夜の声は続いた。それからしばらくして、また朝一緒になったので、さりげなく、そのことを聞いてみることにした。いやあ、この前はどうも、話途中で別れた感じで気になってたんだ。しかし、彼ははっきりしない。 最近調子どうそうそう。君は一人暮らしそれとも誰かルームメイトでも彼の顔がこわばり、どうしてそう思うんですかと聞いてきた。いや、夜中にさ、話し声がね。だから。すると突然立ち止まり、彼は話し始めた。要は、幽霊が出るらしい。 夜中になると、寝ていようが起きていようが、何者かが自分の部屋に現れると、ええ、本当にと、驚きながらも、ちょっと信じられなかった。彼は、私の反応にちょっとがっかりの様子で、そのまま別れた。そしてその夜、事態は急変した。相変わらず、 夜中の声にしばらく耳を傾けていると、やめろ、やめてくれ、助けて、ギャー思わずストーンから飛び起きた。いつもと違う、様子が違う。そう思って、彼の部屋に行こうと玄関まで急いだが、今朝の話を思い出して、急に怖くなった。そして、 そのまま自分の布団に飛び込んで丸くなり、朝になるまで震えていた。その後、一切物音はしなかった。朝出かけるとき、彼の部屋の前を通ったが、声をかける勇気がなかった。でも何かあったら、いや、何かあったのは確実だ。でも最悪の状況だったら、死んでいるとか。 色々な思いが頭の中をぐるぐる回り、不安と恐怖でいっぱいで、ただただ駅までの道を進んでいた。気がつくと、そこは駅前のアパートを紹介してくれた不動産屋の前だった。私はとっさに飛び込み、昨晩のことを店主に話した。店主は驚いていた。私が入ってくるなり、 まくしたてるように話したせいか、それとも、理解できない内容だったからか。とにかく落ち着きなさい。ほら、お茶でも飲んで。と、冷たい麦茶を出してくれた。えっと、住所はどこだっけ名前は今台帳で確認するから、ちょっと待ってて。じりじりした。彼が死んでいるかもしれない。 生きているなら、救急車を呼ばなければ。早く彼の部屋へ行かなければ。何やら書類を確認していると、急に店主は落ち着かなくなった。そして私にも一緒にと言うと、急いでアパートまで向かった。部屋の前に来ると、店主も一瞬ためらいながら、ドアをノックした。返事はない。おい。 いるのかいろんなの出てこい。反応はない。私は、彼が生きた絵で倒れている姿を想像して、寒気がした。店主は鍵を開け、そして、ゆっくりとドアを開いた。なんだ、なんともないじゃないか。その声に、私は一気に安堵した。よかった。 生きてたんだ。何ともなかったんだ。そう思うと、早く彼の顔が見たかった。脅かすなよ。心配したぞ。そう言って部屋に飛び込むと、部屋はもぬけの殻だった。店主は、まだ借り手のついていない部屋から、深夜に声がすると聞いて、何者かが忍び込んでいると思ったらしい。 ワンルームのため、玄関から様子はすべてわかるのだが、一応部屋の中を確認し、店主は安心していた。気のせいですよ。他の部屋か外の声でしょう。と言って、さっさと帰って行った。じゃあ、あの声は何だったんだそれより彼は誰なんだ彼が幽霊に会ったんじゃなくて、私が幽霊に会ったのか もうわけがわからなかった。その時、他の部屋のドアが開いた。おはようございます。住人らしい男に声をかけられた。しかし、私は走って逃げた。彼もまた幽霊かもしれないと思うと、恐怖でおかしくなりそうだったからだ。私はすぐに、そのアパートを引っ越した。 特定の人に変なものが見える。俺の友達に変な奴がいる。そいつの話を。そいつは女なんだが、何と言えばいいのか、とにかく不思議な感じのする奴で、結構可愛いので、最初俺は付き合いたいと思い、いろいろしようとしたが、なぜか雰囲気的にできず、 いつの間にか普通の友達みたいになっていた。その子が、去年の十一月に、俺のアパートに遊びに来ていた時のこと。最初はゲームとかやっていたが、途中で飽きてしまい、なんとなくテレビをつけてみた。特に面白いものがやっているわけでもなく、ぼーっと見ていると、そいつが独り言のように、ぼすりと、あ この人もだ。と言い出した。俺はほとんどテレビを見ていないのでよくわからないが、どうもテレビに映っている若手らしいお笑い芸人のことを言っているようで、俺は、何がと聞き返した。すると彼女は、最初、何でもないから。と笑ってごまかしていたんだが、俺は暇だったこともあり、 話題が欲しく、しつこく聞いてみた。すると、しぶしぶこんな話を始めた。こんなこと言うと、変な人に思われるかもしれないけど、昔から、特定の人に変なものが見えるときがあるんだ。高校生の頃までは、本当にごく稀な感じだったんだけど、最近その変なのがよく見える。今の人にもそれが見えた。 俺は意味がわからず、それって、よく言う霊感みたいなやつかと聞くと、彼女は、そうなのかな幽霊とか見たことないんだけど、と言葉を濁した。俺は、その時は結構どうでもよくて、まあ話の足りになればと思い、詳しく聞いてみると、彼女が見えるのは、人型の何かとか、 黒いもやとか、そういうよくあるものではなく、たまに、人の背中から生えている木みたいなものが見える時があるらしい。彼女はそこまで話すと、突然ハッとした顔をして、信じなくていいよ。忘れて。と笑いながら言い、その話はもう終わりとばかりに、友達呼んで夕飯でも食べに行こう。と言い出した。 何か雰囲気的に、それ以上そのことを追求しないでくれと言っているようで、俺は、まあいいかと、その話をするのをやめた。携帯で何人かの友達を呼んで、ファミレスで飯を食い、まだ時間あるし、カラオケでも行くか、とファミレスの外で話をしていると、その彼女が、人混みの方を見て、 とつぶやいた。結構大きな声だったため、みんなその方向に注目していると、突然、道を歩いていた、高そうなスーツを着たサラリーマン風の人が、よろよろとし始め、そのまま道に倒れた。周囲は大騒ぎとなり、救急車が呼ばれて、その男の人はそのまま運ばれていった。 その一部始終を見終わったとき、女友達の一人がその子に、また見えたんだ。気にしないでいいよ。〇〇のせいじゃないし。と話しており、どうも、詳しく事情を知っているようだったが、彼女は、どこともなく悲しそうな顔をしていて、雰囲気的に事情を聞けるような感じでもなかったため、その日は適当にカラオケに行き、 そのまま解散となった。次の週のこと。俺が大学のサークル棟の近くのベンチで漫画を読んでいると、例の彼女とあの時彼女を慰めていた女友達が俺のところにやってきて、ちょっと話があるから、いいと聞いてきた。特にすることもなかった俺は、いいけど、何 と聞き返すと、場所を変えたいということで、近場にある喫茶店に場所を移すことにした。なんか深刻な顔をしているなぁと思っていると、その女友達が、まず口を開いた。俺は、例の木の話を聞いたので、一応関係があるし、ちゃんと話を聞いてほしいらしく、その話をし始めた。 女友達によると、彼女は子供の頃から、その人に生える木が見えていたらしく、最初は親に相談したらしいが、親はまともに取り合ってくれず、変な子供と思われるのも嫌で、ずっと自分だけの秘密にしてきたらしい。そこから彼女が続けた。しかし、その木の生えている人に、とある問題があることにある日気づき、 一人で抱え込むのに耐えられなくなったらしく、少しずつ友達なのにその話を話すようになったとか、本当は両親にも話したかったらしいが、小さい頃に信じてもらえなかったことが引っかかって話すことができず、この話を知っているのは彼女の友達だけらしかった。ちなみに、最初は俺に話す気はなかったらしいが、 偶然一人ごとを追求されてしまい、勢いで話してしまったため、今一緒にいる女友達と話し合って、すべて話すことにしたらしい。ここまでは特に、俺にとっては、問題となる話はなかった。ただし、その後に話したことが問題だった。要点は四つ。一つ目、その木は、 少しずつ成長するらしく、普通の木と同じに、だんだん大きくなり、枝分かれしていき、最終的には、数メートルの大きさにまで成長するらしい。最初は、長年この木が生えた人を見てきたが、小さな苗木のような状態から、大きな木になるまでは、人によって様々だが、何年もかかかるらしい。 問題はそこからで、この木は成長して大きくなるだけでなく、成長しきった状態にまでなると、枯れるらしい。ちなみに、数年で枯れた状態になる人もいれば、数年経ってもまだ1メートルくらいの人もいたりとかなり個人差があるようだ。この枯れた状態になると、木の生えている人に、 とんでもない不幸が訪れるとか、すべて把握しているわけではないが、少なくとも、彼女の把握している範囲では、大病を患ったり、大怪我をして後遺症が残ったり、人身事故を起こして、多額の賠償金を処和されたり、何らかの理由で、一家離散してしまったり、最悪の場合、事故死や病死や、 場合によっては、自殺してしまったりということまであり、本当にろくなことになっていない。二つ目、彼女がショックだったのが、それまで見てきた木の生えた人は、全員他人で、関わりがあっても、ほとんど他人同然の人だけだったらしいのだが、彼女のバイト先に来るお客さんで、結構親しく話をする人に、 つい最近その木が見えたらしく、彼女にとって自分に近しい人に木が生えたのがかなりショックだったとか。ちなみに彼女には木は見えるが触ったりすることはできず、一度生えてしまうともうどうすることもできないようで、その仲のいいお客さんのことはもう諦めるしかないらしい。彼女は 話しても、信じてくれないだろうし。と、泣きそうな顔になっていた。三つ目、これが俺にとってかなり大問題だった。なぜか理由はわからないが、この話を彼女が人に話すと、全員ではないが、同じように木が見えるようになってしまう人がいるらしい。ちなみに、一緒にいる女友達は、 聞いても見えるようにならなかったらしいが、彼女の中学時代の友達と高校の頃の彼氏は見えるようになってしまったらしく、彼氏の方とはそれが原因で疎遠になり別れたとか。俺はそこまで聞いて、ちょ、なんで俺に話すんだよ。と笑いながら聞いたが、内心かなり焦っていた。すると女友達が、 あんたがしつこく聞いたからいけないんでしょ自業自得じゃん。と食ってかかり、何かかなり理不尽な感じがしたが、それ以上そのことで追求はできなかった。今日話したのも、途中まで聞いてしまえば、おそらく同じことだろうということで、なら、もしもの時に備えて、心の準備をしてもらおうとやってきたらしい。本来なら、 そんな話は信じないのだが、実際にファミレスの前での事件があったので、俺は信じざるを得なかった。要するに、事故に遭ったと思って諦めろということなのだろう。四つ目、これも結構大問題だった。彼女が言うには、今月に入ったあたりから、テレビを見ていると、芸能人やニュースキャスターで、 木が生え始めた人がかなりいるらしく、それが最初の方で言った、最近よく見るということの意味らしい。話を聞く限り、時期がどうもほとんどみんな一緒らしく、何か不気味なものを感じた。もう一つ気になったのが、テレビに映った映像だからなのかどうかはわからないが、テレビの向こうに見える木は、すべて真っ黒い色をしているらしく、 今までのような普通の木とは雰囲気が違うとか。彼女と女友達が話した内容の要点は以上の通りだった。ここまで聞いて俺は二人にある疑問をぶつけてみたくなり彼女にこう聞いた。話すと見えるようになるならそのバイト先のお客さんにはやっぱ話した方がいいんじゃないか見えるようになれば さすがに信じるだろ。う。と俺が聞くと、まず女友達の方が、見えるようになるか運次第だし、それに、あなたにもうじき不幸が訪れますなんて、言えるわけないじゃん。と返してきた。さらに彼女の方も、話したところで、何の解決にもならないし、と悲しそうに語った。 確かにその通りだと思った。もし自分に木が生えていて、今と同じことを伝えられても、どうしたらいいのかわからない。まず嘘だと思うだろうし、仮に見えるようになったとしたら、まるで自分の寿命のカウントダウンをされているようで、とても冷静でなんていられなくなるだろう。俺は、自分が馬鹿なことを聞いてしまったと反省し、 彼女にごめんと謝った。ちなみに、普段彼女が見る木の生えた人は、普通、新宿駅や東京駅などの大勢の人がいる場所でも、多くて二、三人程度らしいが、最近増えているニュースキャスターや芸能人の場合は、テレビを見ると、必ず番組内に大抵一人はいるらしい。かなり異常な数だ。 最近、何か大きな変化が起きたことは間違いないが、俺にも彼女にも女友達にも、それが何を意味するのかは、さっぱりわからない。そもそも、彼女自身、なんで気なのかとか、なぜそんなものが見えるのか、そもそも、なぜこの話を彼女がすると、同じように見えるようになるのか、さっぱり把握していない。 俺は、こんなものを何年も見続けてきた彼女が、かわいそうになった。そして、そんな境遇でも明るく振る舞える彼女は、すごいと思った。彼女とは、最近もよくするんで遊び回っているが、彼女が言うには、この話を聞いて見えるようになる人は、一年以内に見えるようになるらしく、今年の11月まで見えないなら、 俺はもう安心らしい。また、これはなぜか、彼女が直接話さないと見えるようにはならないようで、俺からこの話を聞いても、見えるようにはならないから、安心してほしい。ちなみに、彼女と一緒にいるときに、一度だけ、あの人、と教えられたことがあった。その直後、 その人は車に引かれて吹き飛び、足が関節とは逆方向に向いて折れ曲がり、そのままピクリとも動かなくなってしまった。何かものすごいものを見てしまい、俺は相当なショックを受け、もし見えるようになってしまった時の心構えが必要だ、と、真剣に考えるようになった。そして、その時にあることに気がつき、 彼女に聞いてみた。枯れるとやばいのは分かった。でも、なぜその瞬間まで分かるんだと。すると彼女はこう言った。その時が来ると、枯体木が折れるから分かる。と。テレビの向こうで、木の生え始めた人は、ちょっと前まで少しずつ増えていたが、最近は増えていないらしい。 俺は彼女に、もうテレビを見るのはやめた方がいいんじゃないか、と言うと、そうすると言っていた。その後、彼女がテレビを見なくなったかどうかは、わからない。それからしばらく経って、特に何もなかったのだが、先週の土曜日に、とある事件が起き、それが以前の話と関係していそうなため、 何ら進展はありませんが、話しておこうと思います。今回の話は、例の木の見える彼女と、その友達が出てきますが、便宜上、木の見える方を A 見、その友達を T ことします。その日の夜、俺は、前々日にあった実験のレポートが一段落したため、そろそろ晩飯でも買いに行こうかと準備をしていると、 携帯にティーコから電話があった。ティーコから電話とは珍しいなと思いつつ、電話に出ると、彼女はかなり慌てた様子で、俺に、〇〇って、前の話本気で信じてる。そこをまず確認したい。と唐突に言ってきた。俺は意味がわからず、前の話って聞き返すと、ティーコは、 エイミの木が見えるっていう話、覚えてないと言ってきた。俺はそこで、ああ、あれか。と思い出し、そりゃ信じるも何も、あれだけの証拠を見せられたら信じるしかないだろう。それより、何かあったのかと聞くと、唐突にピーコは、わかった。ちゃんと信じてるんだね。じゃあ、今すぐ私の家に来て。 ちょっとやばいこと起きてるから。と言い出した。何が何だかわからず、別にいいけど、そもそも俺、お前の家知らないんだけど。と言うと、ティーコは、じゃあ、まる駅の近くにあるファミマで待ってるから。と言うと、一方的に電話を切ってしまった。まる駅は、俺の住んでいる場所から結構遠い。 三駅先で乗り換え、さらに四駅先なので、めんどくせえと思いながら、準備をして電車に乗った。その時は俺は、この出来事をかなり軽く考えていた。一時間ほどで、ティコが指定した駅に着いた。初めて降りる駅だったので、土地勘がなく、ファミマを探すのに苦労するかなと考えていたが、 ファミマはすぐに見つかった。店の前まで行くと、ティコの横にエーミがしゃがみ込んでおり、どうやら泣いているらしい。ティコも真っ青な顔をしている。事態が全く飲み込めない俺だったが、それでも、状況が結構深刻なことだけは、二人の雰囲気からなんとなくわかり、話のできそうにないエーミではなく、ティコに、で、 何があったんだよ。と聞いてみた。するとティーコはこう答えた。エーミと二人で家でご飯食べていたら、テレビがおかしくなったんだけど、口ではうまく説明できないから、とにかく見てほしい。テレビの故障とかじゃないと思う。と言う。漠然としすぎていて容量を得ないが、内心俺は、 多分、エイミに色々あったから、テレビの故障か、設定ミスを大げさに考えすぎたんだろうな、と勝手に解釈し、まだ泣いているエイミの手を引っ張り歩いていく、ティーコの後についていくことにした。現地に着くと、そこはマンションだった。ティーコはそこの3階で、一人暮らしをしているらしい。マンションのエレベーターに乗ると、 t 子に慰められていたエイミはやっと泣きやみ、一言、変なことで呼び出してごめん。とだけ言ってきた。部屋の前まで来ると、t 子がとりあえず中のテレビの様子を見てきてくれと言う。さすがに、女の子の部屋に一人で上がり込むのはためらわれたので、いいのかと言うと、見なきゃ説明できないでしょ。というので、 仕方なく一人で入り、テレビの場所へ向かった。部屋に入るとテレビがついており、一見すると特に変わった様子は見られない。よほど慌てて出てきたのか、食べかけの食事がテーブルの上にあるが、特にそれ以上何かあるように見えないため、俺は玄関にいる二人に向かって、何もないけど、と聞いてみた。 するとエイミが、テレビをよく見てみて、そうすればわかる、と言ってきた。仕方なく、テレビの画面をもう一度見てみると、おかしなことに気がついた。テレビでは、何かバラエティ番組らしきものをやっているのだが、その映像に重なる形で、別の映像が映っている。 はじめは画面の映りが良くないのかと思っていたが、そうではなく、よーく注意してみると、うっすらとだが、森か林のような場所を、大勢の人が奥に向かって歩いていく映像であることがわかった。俺は、ちょっと気持ち悪いなと思ったが、まあテレビの混戦かなんかだろうと、チャンネルをいくつか変えてみたが、 どこでもやはり同じように、画面にうっすらと同じ映像が映り込んでいる。さらにおかしなことに、混戦ならば、その映像が映っているチャンネルもあるはずなのだが、どこのチャンネルに合わせても、そのような番組がやっている場所はない。そこで、テレビの裏へ回り、アンテナ線を抜いたり刺したりしてみたのだが、それでも何も変わる様子がない。 ちょっとビビり始めた俺は、ひとまずテレビの電源を切ろうと、リモコンのスイッチを押してみた。しかし、なぜかテレビの電源が切れない。それならばと、テレビ本体の主電源を押してみたのだが、なぜかそれでもテレビは消えない上に、おかしなことに、テレビの主電源の横のランプは、ついてすらいない。 俺はかなり混乱し始め、これは電源か何かの故障だと自分に言い聞かせながら、今度はテレビ本体のコンセントを抜いてしまうことにした。が、そこで俺は、うわっと声を上げてしまった。コンセントが刺さっていない。コンセントはテレビや DVD プレイヤーなどの電源が刺さっている。 タコ足ごと抜けている。もう何が何だか分からず、完全にパニックになった俺は、玄関にいる二人に、なんだよこれ。と聞いた。するとティコは、だからおかしいって言ったでしょ。コンセント抜いてもついてるんだよ。どうすればいいと言う。どうすればいいと言われても、俺にもどうしたらいいかなんてわからない。 女二人に一応頼られている手前。俺としても、いい格好をしたいのは山々だが、電源が抜けているにもかかわらず、映像を映し続けるテレビなどというものを、なんとかする知識は、俺にはない。パニックで嫌な汗をかき始めていた俺は、はっとあることに気づいた。さっき、アンテナ線を抜いたら、少なくとも映像は消えたような。 そこで俺は、急いでテレビの裏手に回ると、アンテナ線を一気に引き抜いた。すると、一瞬ザッという音がした後、どことなく機械的な、低く抑揚のない男のような声で、ああ、という音が数秒続いた後、テレビは、ぶつん、という音とともに、 電源を落としたのと同じ状態になった。テレビの前で尻餅をつき、しばらく放心状態だった俺は、エーミとティーコの、どうなった大丈夫という声で我に帰り、一応消えたことを伝えた。その時は、二人を不安にしてもいけないと、最後の声のことはその場では言わなかったが、後から聞いたのだが、 その日テレビを見ながら二人で夕食を食べていると、何の前触れもなく、テレビがあの状態になったとか。最初は俺と同じように、画面の映りが悪くなっただけかと思ったが、徐々に何かが見え始め、それが森か林の中を歩く人の列だと気がついたため、俺と同じような対処をしたが、全く消える気配がなく、 それどころか、だんだんと元の映像よりも、森の中を歩く人の姿の映像の方がはっきりしてきたため、怖くなってマンションを飛び出し、エイミの問題の事情を知っている俺を呼び出した、ということだった。ティーコのテレビなのだが、月曜日に俺とエイミも立ち会って、復旧させてみたところ、普通に何の問題もなく、 あの映像も映らずに過ぎたため、多分もう問題ないのだと思う。エーミには、俺とティーコが過去に似たようなことがあったかと聞いてみたが、エーミの覚えている限り、こんな出来事は一度もないとか。ちなみになぜ木の話と関係あるのかもしれないと最初に言ったかというと、翌日電話で、 英味から聞いたのだが、最初に二人が見ていた番組、テレビに映っている、出演者全員に木が生えていたらしい。雑居ビルの会。今からもう14年くらい前の中学2年生の時の話です。日曜日に仲のいい友人たちと三人で、 映画を見に行こうという話になりました。友人たちを仮に A と B とします。私の住んでいる町は小さくて、映画がある町まで出るということは、田舎の中学生の私たちにとって大きなイベントでした。土曜の夜、ウキウキしながら家にいると、B から電話がありました。ごめん、明日バイオリンのレッスンがあったんだ。 ちょうど映画が終わるくらいの時間にレッスンも終わるから、〇〇町の駅の改札あたりで待ち合わせしよう。という内容でした。B は結構なお坊ちゃんだったので、バイオリンを習っていたのです。三人揃って、楽しく大きな街で映画を見られると思っていたので、少しがっかりしましたが、映画の後に三人揃って遊べばいいやと気を取り直して、その日は床に着きました。 そんなわけで翌日、僕と A、二人で映画を見に行きました。映画を見終わって、二人で面白かったねと話しながら、駅に向かおうとしたとき、A、が、ねえねえ、このビルの3階まで上がれば、駅へ続く歩道橋があるよ、と言いました。そこは大きな街だったので、駅前から複数のデパートなどへと続く歩道橋が、 三階くらいの高さで広がっていました。私も信号に捕まりながら歩くよりはいいなと思い、映画館の横にあるビルに入りました。そのビルは小さな雑貨店がたくさん入っている雑居ビルでした。私たちは階段を見つけ、一階から上がっていきました。三階まで着くと店側に入る扉がありませんでした。きっと、 そのフロアは倉庫か何かになっていて、この階段からは一般の人が入れないようになっているんだなと思い、私が、やっぱり1階に戻って、普通に歩いていこうか。と言うと、A は、いや、上がってみよう。4階からお店街に入れるかもしれないから。そしたら別の階段から3階に降りればいいよ。と言いました。しかし、4階に上がってみても、 扉はありませんでした。さらに5階へと進みました。しかし扉はありません。だんだん私たちも意地になって、どんどん階段を上がっていきました。10階くらいまで上がったでしょうか。私は、少しおかしなことに気づきました。外からこのビルを見たときは、10階もなかったような気がしたのです。しかし A は、 もっと行くぞと張り切って進んでいきます。私たちは階段をどんどん上がっていきました。20回くらいまで来て私は完全におかしいと思いました。階段もなぜか古臭くジメジメした感じになっていました。ゲームのバイオハザードに出てくる苔むした嫌な階段みたいな感じです。私はこの時点でかなり怖くなっていたので A に向かって、ねえ、もう引き返そうよ。絶対変だよこれ。と言うと、先を行く A は、私に背中を向けたまま、ははは、変だね。と言います。何をふざけてるんだと、少し気分を悪くした私は、何笑ってんだよ。帰ろうって言ってるんだよ。と、少し語気を荒めました。すると A はまた、 ははは、変だね。と言います。私は、その A の言葉に、さらにムッとしましたが、階段を上がっていく A の姿が、少しおかしいことに気がつきました。姿形はもちろん A なのですが、動作の一つ一つがおかしいのです。確かに階段を上がる動作なのですが、なんかこう、人間が人形を手で動かしているような、 ぎこちない動きでした。右手左手、右足左足、それぞれが独立して動いているような、とにかく変な動きでした。私は足がすくんで、その場で立ち止まりました。すると A が立ち止まり、くるっと私の方へ振り返りました。はははは、変だね。変だね。はははは。 と笑う A の顔を見て、私は叫び声を上げました。動作と同じく、顔の表情もぎこちなく笑う A の顔。何より、白目がなくなって、眼球いっぱいに広がった黒目が、私に叫び声を上げさせました。私は気ビを返し、全速力で階段を駆け下りました。途中足がもつれて転びそうになりましたが、 それでも無我夢中で駆けました。気づくと、雑居ビルの1階にある薬屋さんにいました。どうやって階段から出たか、その時の記憶はないのですが、パニックになっていた私は、後ろを振り返らずに駅まで走りました。駅の改札に着くと、B が待っていました。B は、遅い。映画が終わってから1時間も経ってるぞ。 と怒っていましたが、A がいないのに気づくと、A はどうしたと聞いてきました。私はこのまま外にいると、A が後ろからあの奇妙な動きで追ってくるような恐怖に襲われ、とりあえず B を促して、駅の中にあるファーストフード店に入りました。とりあえず私は、怒ったことを B に話しました。うまく整理できずに話したので、 途中 B に、もう一度詳しく話せと何度も言われました。最初 B は、私がからかっていると思っているような態度でしたが、だんだんと真剣な顔つきになってきました。というのは、B は霊感が少しあるやつで、私たちに起きたことが尋常ではないと、ピンと来たようです。B は、とりあえずそのビルに行ってみよう。と言いました。 私は嫌だと言いましたが、A をほっとけないだろうという言葉を聞いて、確かにそうだ。A は何かに疲れたのかもしれない。と思い、九段のビルまで行きました。宣告と同じように階段を上がってみると、3階には CD 屋さんへと続く扉がありました。4階に上がってみると、ゲームセンターになっていて、そこも普通に入れました。 階段はそこで終わり、4階建てのビルでした。私たちは首を横にひねりましたが、その日はとりあえず家に帰ることにしました。明日になれば A は普通に学校に来るかもしれないと思ったからです。次の日登校すると A は来ていませんでした。私より10分ほど後に来た B が顔を青くしながら、 今朝変な夢を見たと言いました。その内容とは、A が森の中を泣きながら裸足で歩いており、しきりに、悔しい、悔しいと呟いている、というものでした。B は、あれは単なる夢じゃないと言いました。でも、どうしていいかわからないと、B は言いました。それから数日経っても、 A は帰って来ず、捜索願いが出されました。私と B も警察まで行って、その日のことを聞かれましたが、あの不思議なことは話しませんでした。それから1ヶ月後ぐらいでしたか、A が発見されました。それも死体で。これは、直接家族の方に聞いたわけではないのですが、なぜか私の住んでいる町から、 100キロ以上も離れている、隣県の山の中にある神社の境内の横で、カラカラに干からびて死んでいたそうです。しかも、死後1ヶ月は経っていたそうです。当時は、A が死んでとてつもなくショックでしたが、日が経つにつれて、忘れていきました。この間 B に何年かぶりに会って、あれ何だったんだろうという話になって、 思い出した体験談です。当時、友人が死んだということがショックでして、ちょうど受験勉強を始めなきゃいけない時期に差し掛かっていたことを幸いに、今は勉強に集中しなきゃと忘れようと努力したのです。逃避ですね。何より、あのビルのことが本当に嫌で忘れたかったのです。なので、少し記憶は曖昧ですが、 A がおかしかったのははっきり覚えています。A の死に方は、あくまで他人から聞いた話なので、真実かわかりませんが、隣県で見つかったというのは確かみたいです。私も詳しく人に聞くのは嫌で、情報を避けていたので、詳しくは知りません。この間あった B は、あの夢は今でもはっきり覚えている、と言っていました。 あの映画館に行こうと思ったのは、私は今東京にいて、あの街もだいぶ様変わりしたらしく、どれくらい変わったのかなと、なんとなく思ったからです。今度帰省した時にでも、車で映画館の前を通ってみようという程度です。人影とノック。俺の部屋で起きた話をします。 俺にとっては死ぬほどシャレにならなかった。まず位置関係を説明しときたいんだが、俺の家の向かいには家が、その右側に道路を挟んで、田んぼがあるんだ。それで、俺の部屋は2階なんだが、部屋の窓から6単個である田んぼが見える。窓は引き戸タイプの2メートルくらいあるやつで、 虫が入らない網戸もついてるやつ。そして、窓のすぐそばにベッドがあって、窓を開けるとベランダがある。今から半月ほど前の話。俺の部屋は、ただでさえ風通しが悪いのに、その日はいつもよりも暑かったもんだから、窓を半分くらい開けて、パソコンをやっていた。深夜一時ぐらいになったんで、 そろそろ寝ようと思って窓を閉めようとして何気なく田んぼの方を見たとき田んぼを挟んだ道路に誰かが立っているのが見えた俺の部屋からだとその人影の顔や服装はわからなかったんだけどなんとなく大きさや肩幅から男なんじゃないかと思ったその人影は 田んぼの方を眺めているようだった。こんな時間に何やってんだタバコでも吸ってんのかなとか思いながら、なんとなくその人影を眺めていたんだけど、そうしたら、その人影の頭の部分が、こっちを向いたんだ。こっちを見ているかはわからなかったんだけど、俺の部屋は電気がついていて、今カーテンを半分上げてる状態だから、 当然向こうから見たら、部屋の明かりで、俺のシルエットが見えるんだよね。だから、その人影がこっちを向いた瞬間、あ、見てるの気づかれたかな、と思った。こういう瞬間って気まずいから、素早く窓閉めて、カーテンも引いたんだけど、その時も人影は、こっちを見ているようだった。 深夜ということもあって、俺も気味が悪かったんで、早く寝ようと思って、電気を消してベッドに入った。さっさと眠ろうとしたんだが、その日はさっき言った通り、暑かったもんだから寝苦しくて、30分くらい経った時に少しでも風を入れようと思って、ベッドを降りた。窓はベッドのすぐそばにあるから、 電気をつけなかったんだけど、窓を開けるとき、さっき見た人影のことがちょっと気になった。だけど、30分も経ってるし、もしいたとしても、電気つけてないから大丈夫だろう、と思って窓を開けた。で、道路の方を見たんだけど、人影はなくなっていたんでほっとして、座って少し涼むことにした。しばらくぼーっとしてたんだけど、 体もだいぶ涼しくなったし、ベッドに戻ろうとして立ったときに、田んぼの真ん中に、また人影が見えたんだ。田んぼの真ん中といっても、田んぼのど真ん中にじゃなくて、田んぼにはもう水が入ってる。田んぼと田んぼを分ける、ノースさんが歩くような、1メートルもない道の上のことね。そこに、何か人影らしきのがいるんだけど、 さっきより遠いし、しゃがんでいるようだったから、さっきの影かもわからなかった。でもなんとなく、さっきの影なんじゃないかと思った。さっきの時と違って、こんな深夜に田んぼの真ん中で、明かりもなしにいるなんておかしいと思って、怖くなった。窓をすぐ閉めようかと思ったんだけど、怖いもの見たさっていうのがあって、 ちょっと見ることにした。最初は怖かったけど、次第にその気持ちも慣れてきて、案外普通に見てたんだけど、どうもその影は、遮断で何かをしているようだった。何をやっているのかは見えないけど、動いているのは分かった。ここから分かるくらいだから、結構大きな動きをしていたのかもしれない。結局、 見てても何もわからないし、もう本当に眠たくなってきたから、カーテン引いて窓を閉めて寝ることにした。ベッドに入って眠りについて、どれくらい経ったかわからない時に、ふと目が覚めた。携帯を見ると、午前3時40分くらいだったと思う。だから寝てから、約1時間くらい経ってるのかな。で、 なんで目が覚めたんだろうと思ってから、どこからか、トントンって音が聞こえた。ああ、この音のせいで目が覚めたんだな、と思ったけど、その時は、その音の出どころがどこかわからなかったんだ。最初、家族の誰かが一階で歩いている音なのかなと思ったんだが、こんな深夜に、家族が歩いているっていうのも考えられないし、 それに、歩いてる音じゃないよなと思っていたら、また、トントン、って音が聞こえた。その時のこれは、誰かがノックしている音じゃないかと思って、部屋のドアまで歩いて行こうとしたんだ。こんな時間に、部屋をノックしているってのもおかしいんだけど、その時は目が覚めてすぐだったし、何の疑問も持っていなかった。 で、ドアに近づこうとしたときに、また、トントン、って聞こえたんだけど、そのときにようやく、それがドアからじゃなく、後ろの窓から叩かれていることに気づいたんだ。それに気づいたとき、俺の頭は思考停止状態になったよ。だって、俺の部屋は2階にあるわけだし、窓からノックって、 ありえないシチュエーションだろ。ドラマとかだとこういう場合、遊び友達がいるんだろうけど、俺の友達にはそういうタイプはいないし、それに、俺の部屋の場合、地上から建物の構造上、上がってくるのはまずない。しばらく思考停止状態が続いたんだけど、それでもだんだんと意識が戻ってきた。だけど、意識が戻ってくると同時に、 怖くなったし、パニックにもなった。カーテンが閉まってるから、誰が叩いているのかもわからない。なんだろう、泥棒だろうか。でも、泥棒なら、自分の居場所知らせたくないだろうし、なら強盗だろうか。そのままドアを開けたら、強盗が押し入るかもしれない。でも、それも変だよな。 そう考えていると、どんどんって、いきなりノックの音が強くなった。ノックというよりは、グーで叩いているような感じ。それもすごいでかい。窓が揺れていたし。音が急にでかくなったから、俺もまた固まっちゃったんだけど、おかげで意識ははっきりしてきた。これは、 さすがにどうにかしないといろいろやばいと思って、近所迷惑だし、窓が壊れるかもしれない。怖かったけど、それよりも現実的なことを考えていた。結局、カーテンを開けることにしたんだ。この時、なぜか家族には知らせようとは思わなかった。ご心用に、部屋にあったバットを持って、次のノックと同時にカーテンを開けようと思って、 窓に近づいていった。で、どんどんってなったんで、カーテンを思いっきり開けてみたんだよ。そしたら、誰もいない。俺がカーテンを開けたから、どっかに潜んだのかなと思ったんだけど、ノックの音がしてからすぐ開けたし、それに、このベランダに隠れるような場所なんてないはず。もしかしたら、 屋根の上にいるのかと思って、バットを持って屋根の方を見たけど、そこにも誰もいなかった。結局、ベランダには誰もいなかったんだ。何だったんだと思って、田んぼの方を見たんだけど、さっきの人影も消えていた。この話は、これで終わりです。人影とノックの音が関係あるのかは、わからない。ちなみに、 これも関係ないかもしれないけど、次の朝、うちの庭で野良猫が死んでいました。